本日の演歌の特別賞曲は芝生馬さん。明らかにできそうではありません。あ、しばしばの服装だ。今すぐ隠れてください。早くバッグリに乗った際なんです。ごめんなさいね。あ、皆さんおラッキーですよ。今日はちゃんとお守り持ってきましたからね。皆さんたちも半分は無事に帰ります。まずはワリド兄弟スワイリープラザーズ。笑っていいようで実はものすごく凶暴なんですよ。顔は笑顔でも腹の中は読めません。強すぎはいません。私はジャンプについて知らない方ありません。特にどんな怪我が入っていて中に何かがどうぶつかっても無理だろうか。それも左が出てくれて左側に体重を引いて頭が出ました。村田さん優秀な船長に拍手。さあ落ちてあとその後に何とか危険なゴリをします。見てください。これはこの先に生きてきたカバーの池があるという帝国です。うわー、いやー、カバー覚えるととても怖いって知ってますか。船目がけ突進してくるんですよ。本当に立ち方しないことにしてカバーに見つからないようにちょっと通過しますよ。まずは動かない、動かしない、息もしない、可能が低くしない。あ、低くした。うわー、カバーに見つかってた。さあ逃げましょう。本当のことになりますか。彼は先住民たちです。先住学校で習ったんですが、彼らと仲良くするためには踊りを真似するのが一番。ほら、あの踊り、皆さんこのリズムに合わせて体をジョギルジョッ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 。それから滝の無料映像を入っていきます。次の方は水の表情をお楽しみください。次の方は気がの表情をお楽しみください。また方は接触表情をお楽しみください。私の表情が一番ですね。両方のお客さん素晴らしい。不気味なところに行ってしまいました。ここは一体どこなんでしょう。この神殿、もしかしたらジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。とても怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。あ、どうだ、私たちはこのお守り型が何かの時はその守りが力を起こしてくれるはず。呼吸して進みましょう。
に到着した。皆さんが初めてですよ。さあ、続いて私も皆さんを一目見ようと集まってきてみてです。こういうのはセールスマンサブ。実はこのお守り、これからかかですよ。ねえ、サブ、このお守り、本物だったのね。すごいパワーだったよ。皆さんもいかがですか？今なら、ちょっとまとめていこうと、あの、像がついてきます。そろそろ帰れるよ。あ、かわいいねよ。で文明社会に戻ってきました。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか？あ、でもらった楽しかった証拠ですよ。またジャングルクルーズの旅に参加したいという方、おー、ありがとうございます。またいつでも遊びに来てくださいね。それと最後に、これからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていってくださいね。船長石川からのお願いでした。もっと狭い通路に入っていきます。ボートのため、部屋、お荷物、ボートのために備えをお願いします。あ、バメになるよ。ボートが無駄つくについても、皆さんの準備が整うまでは座ったままでお待ちください。はい、